私は植物の、情報や育て方は、まあ、ほとんど海外の YouTube を見て学んでるんですが、最近すごく興味があるのがセミハイドロポニクス、半水耕栽培。土を使わず水を使って植物を育てるのは水耕栽培と呼ばれますが、お水だけではなく、こう水が中に入っています、こういったハイドロボールなどの土に代わるミディアムも使う、水耕栽培はセミハイドロポニクス、半水耕栽培と呼ばれます。土に代わるミディアム、培地としてポピュラーなのが海外ではレカと呼ばれるレカトン、日本ではハイドロボールとして知られています。ハイドロボールは粘土を高温で焼いて発泡させたボール状の石で、中には小さな細かい穴がたくさん開いているんですね。でその穴の中の空気が根っこに、酸素を供給します。無菌で無臭です。で洗って何度も繰り返し使えるので経済的です。今、ちょっと植えてみてますけれど、ハイドロボールってとても扱いやすくって、このようにコップや花瓶何でもいいんですよ。穴が開いていない容器にハイドロボールを入れて植物を育てることもできます。この場合は下の方にお水をちょっと入れておくだけです。とにかく植物育てていて一番の問題は根腐れなんですね。でこのようにこう隙間が空くので、このたくさんの隙間に空気があるから根っこがこう空気にいつも触れていられる、最適な環境を作れるんですね。土だとどうしても時間とともに徐々にこう、土がこう潰れて硬くなっていってしまいますから、まあ、そういった意味でもとてもいいミディアムなのではないかと思います。私はこのシンプルな方法、もう本当に、そこに穴のない容器にハイドロボールを入れて観葉植物を育てる方法ではなく、このように容器が二層式になっているメソッドで植物を育て始めました。すごい、もう根っこが出てる。見てこれ、わあ綺麗な根っこ、嬉しい。うまくいっている証拠です。鉢の底だけじゃなくこういったスリットからも根っこが出てきてますね。はい、私はこのように容器を2つ使うメソッドにチャレンジしていまして、上にはハイドロボールで支えた植物、そして、下には、液体肥料を入れたこう水のこう2層式にしています。私はこのように育てている植物を徐々に半水耕栽培に、チェンジしていってるんですね。でもちろん向かない植物もあるとは思うんですが、今のところ、いい手応えを感じています。とても元気で育っています。でとにかく嬉しいのが植物の世話がすごく楽になりました。私にとってとにかく嬉しいのは、これで、心配することなく、旅行に行けることです。このメソッドでしたら、2、3週間から長くて1ヶ月間は、水替えをする必要がないんですね。それでは水耕栽培、半水耕栽培に必要なものを紹介します。まずハイドロボール、そして二層式の容器ですね。そして液体肥料に植え替えたい観葉植物、
はい、植え替えの手順ですが、まあこれちょっと前のもの残ってますが、まあ、混ぜちゃっていいかなと思っています。まずザルの中にハイドロボールを入れます。これからこれを洗うんですが、結構粉というか汚れがあるんですよ。なのでしっかり、このしっかりと、水で洗い流します。ではちょっと外に行きましょう。ここで見てほしいのが、結構水がこう茶色くなるんですよ。見て、はい、これ2煎目ですね。まだこれだけ、私は本当に水が完全にきれいになるまで洗います。はい、洗い終わりました。で、しばらく水につけて水分を吸収させておくといいので、どれぐらいつけたらいいんでしょうか。でも1日という人もいればちょっと私はわからないですが、まあちょっとしばらくつけておくと良いそうです。で、その間に、植物を解体します。はい、ではポットからまず植物を出します。で、ここからが一番大変な作業で、まあ根っこを傷つけないように土をとにかく完璧に落としたいんですね。とにかく土は全部これから、水耕にする場合は土を完全に落とすということが大切です。ある程度取れたら、私はあとは室内で爪楊枝を使って、いや、串を使って、取っていきます。取りにくい場合は、大方ちょっとあと1日水の中に入れておくと、自然と土がほぐれてくるというか、自然に落ちてくる場合もありますので、こういう上の方の土結構大変、大変なの。よし、で、私ね、私はこういう細かい作業はとにかく好きで、こういうことしてると気持ちが、なんだろう、セラピー効果と私は呼んでますが。はい、では根っこの整理をします。古い根っこは見て分かる通り、このようにも黒くなってしまっている根っこはもうチョキンと取っていきます。思い切って取っちゃって全然大丈夫です。いい環境に行けばもう根っこはすぐにまた伸びますので、とにかく古い根っこをきれいに取っていきます。買ったばかりの植物の根っこって本当に綺麗で元気なんですよね。ただ家で育てていくとショックなのは、どん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 根っこがこう弱っていくんです。それが私の植物を育てていく上での一番の悩みで、今回この水耕栽培にチャレンジしようと思ったのも、その健康な根っこを、作るためにはどうするか、やっぱ水耕栽培がいいんじゃないかなと思って始めた次第です。で、私はなんか最初の土を取るときかなり神経質に、もうこういったちょっとした汚れも T
ティッシュや爪楊枝で取ってっていうような作業をして植えていきましたが、まあ、あんまり神経質にやると根が逆に傷んでしまうので、まあ、あるところで妥協しないと無理かなと思うので、まあ、今回はこれぐらいで大丈夫なんじゃないかなと思います。でこういった隙間にあるものは結構爪楊枝や櫛を使うと、うまく取れます。ではこれからいよいよハイドロボールに行きましょう。はい、ではいよいよ植え替えです。まずウインナーポットの方の底にハイドロボールを敷き詰めます。これぐらいかな。はい、そして次に、根っこをこう広げながら、中央に置いていきます。でここから根っこの周りにハイドロボールを入れていきます。まあこうして回しながら根っこをこう隠すように入れていきましょう。とにかく根っこが見えなくなるまで、途中多分するとまた沈むので、ここからまた埋めていきます。外でダリちゃんがワンワン、これ取りたいかな。でね、ここね、いずれこのハイドロボールに絡みついていくんですよ。すみません、一つハイドロボールは事前に使う前に水につけておいた方がいいのかどうかちょっと私知らなくて、とりあえず私は一晩、水につけたものを今回は使っています。まあ、その方がもう中に水分が入っていていいのではないかなと思いました。では、このハイポニカの液体ですね、これは A タイプと B タイプをこう混ぜるもので、すっごく薄めて入れていくんですけれど、倍ですね。でお水はですね、特にぬるさは少しぬる、まあ、ぬるまというか、その冷たくない方がいいので、ちょっとまあ少しちょっとだけぬるい感じに、とにかく植物がびっくりしないように温度も別に考えてあげて。でこれからこの、アウターポットに、溶液を入れますが、ここで重要なのがどこまで水を入れるかなんですね。でこれはここにこう上にこう引っかかるタイプなので、まあ、私はいつもこんな感じで見て、でこの上のインナーポットの3分の1ぐらいまで水が浸かるようにしたいんですね。でそこから上の方には自然にハイドロボールに伝わって、なんとなく湿気が上に行きます。で下は浸かっている状態、上まで水が来ない状態にしたいので、こうやって見ると多分、まあ、この辺ぐらいの半分以下ですねのところまでとりあえず水入れていきますね。で入れてみました。でちょっと開けてみようかな。そうするとラインがつきますね。ちょうど、下3分の1が入っている状態です。はい、これで植え替え完了です。はい、今年は新しく植え替えましたが、実は、私そうですね、ちょうど3週間ぐらい前に、かなりの数の植物たちを、ハイドロボールに、移したので、ちょうどお水の今日が買い頃なんですね。もうちょっと早くてもよかったんですけれど、なのでこれらじゃあ、2週間3週間経ったらどうすればいいのかっていうところをお教えしますが、これフィロデンドロンですね。で水足してないんですが、まだ十分にお水があります。で、最低2週間に1回は溶液の状態をチェック。ものすごく減っていたら水を足してもいいんですが、今、これもう3週間経ってこれは水十分にありました。で、お水がもう本当にギリギリ下ぐらいまでしかない
場合は、水を足してください。ここで溶液を足さないようにしてください。溶液内の pH や、バランスが、崩れてしまいますので、で2週間から長くても1ヶ月に1回は完全に、溶液を入れ替えます。これはまだ植え替えて2週間ぐらいかな。なのででもこれもお水全部取り替えてみようかなと思います。でというのはこれよく見ると分かります？このハイドロボールがこう白く白いものがこうある感じなんですね。でこれは溶液の中のミネラルが沈着してるんです。なのでその下の水をこう入れ替える時についでにフラッシュといってこれを水道に持って行ってちょっと持ってきますね。ちょっとぬるま湯で、で、ボウルの上についている白いものを洗い流してしまいます。でその時ついでに葉っぱも洗ってあげるとほこりがたまりますから、でこのフラッシュという作業が必要となります。じゃーん、土からセミハイドロポニックスへ移行した植物たち、なんだかんだこれだけたくさん、植え替えました。そして、土を落としてみると結構根っこが弱っていた植物が多く、それらはこのキッチンの後ろに、三つ差しして、根っこが出てくるのを待って、ハイドロボールに入れようと思っています。ですので後ろに並ぶのはセミハイドロポニックス予備軍ですね。となんだかんだと、セミハイドロポニックスへの期待はかなり私の中で高まっていますが、まだ、始めたばかりなのでこれからデメリットも見えてくると思います。結果が見えてきましたらまたお知らせします。とにかく私としては、この方法で元気のなかった子たち根っこが、すくすくと元気に育ち健康を取り戻してくれたらいいなと思っています。皆様、いつもご覧いただきありがとうございます。それでは See you soon!